あ、こんばんは、マーティン。ラーメン役は、キンダです。SNS の身近な疑問を言います。いろんな著作権がありますよね。はい。そもそも著作権って何？これね、いろいろ、ないとダメなんです。これ、総クリエイター、一億総クリエイターの時代なんですよ。いろいろな時代。YouTube やってますけども。著作権なかったら、勝手に誰でも使えちゃうんですが、おかしいですよ、勝手にしちゃ。借りても意味ないですから、これ、捕まりますからね。上映権、複製権、浄土権、いろんな権限がありますからね。なかなかね、はい。まあ、映すのも同じですからね。規定がかかっておりますね。はい。いろんなもの、多すぎてね。はい。まあ、SNS は大変なもんでございますからね。はい。著作権ある、ないのはメールとレシピだけで、他は著作権当たります。はい。セーフなわけではございません。アウトなんです。はい。引用ですよね。はい。引用というものがあるそうでございますね。これ、いろんなもの、うん、そうです。はい。ちょっと身近なものも、モデルもそうです。はい。いろんなものも満載。BGM、音楽も問題になっております。まあ、レシピ載せてもいいんですが、ちょっと問題です。AI も付き合いが大事ですからね。これ実際よくあったら大変ですよね。はい。皆さんはどういうのがあるのか。SNS 投稿、本当にゲームチャンネルやいろんなチャンネルもそうです。やはり著作権が使われておりますので、はい。ご自由にご使用くださいはダメなんですよね。はい。まあ、指摘しようとして許されるものの、ただね、クラシック音楽はもちろん OK ですが、著作権切れてますからね、なかなかね、はい。皆さんどう思ったかコメントでお願いします。これなかなか難しいですよ、はい。まあ、ファンは宝物ですから覚えてください。以上です。バイバイ。